Hello everyone, I'm Taku. I'm Mitsuki. I'm Tomomi. はい、じゃあ今日はせっかくズマゲティにいるんで、ズマゲティの街情報どうですか ?3 週間いて。ズマゲティどんなところでしょう？活気に満ちてるかなと思いました。人が？はい。人が。日本と比べて。日本と比べて、僕はそう感じました。あ、そう、フィリピン人大体そうかもしれないですね。日本人と比べたらもうみんな笑顔だし、ずっとわちゃわちゃやってるようなイメージあるっすね。どうですか、ともみさんはズマゲティってどんなところですかね。そうですね、やっぱ日本人自体が珍しいみたいで、子供とかもよく見てくるんですけど、やっぱり目が合うとみんな笑顔で笑い返してくれるので、すごい嬉しいです。日本人に優しい街、はあ、強くなります。そうですね、日本人もそいないことはないですけど、そこまで多くないですからね、うん、やっぱりでも珍しくて話しかけてくるって、日本人じゃ日本だ、はい、日本人あんましないですもんね。珍しい、外人だってあんま話しかけないですけど、フィリピンの人は外人だって言って話しかけてくるんで、まあ温かいような国なんですかね。はい、ズマゲティはそんなところです。待ってます。目泣けてね。Welcome to Starting Point English Academy.